ウクレレウクレレはフレットが施された小型で4弦のギターによく似た弦楽器である。通常はハワイアンを音楽に使用されることが多い。ポルトガルからの移民が持ち込んだブラギーニャと呼ばれる楽器を起源としハワイで独自に改良を重ねられて現在の形になったとされる。高級なものにはしばしばハワイ特産のコアの木が材料として用いられる。また、 現在のウクレレを確立したのは、マネル・ヌナスとされている。ウクレレという言葉は、ハワイ語で、飛び跳ねるのみという意味で、当時の人気奏者のあだ名から取られたとも、小さな楽器の上で奏者の指が目まぐるしく動く様を表現したとも言われている。ウクレレには4つのサイズがあり、小さいものから大きいものへと順にソプラノ、コンサート、テナー、バリトンと名付けられている。 バリートンウクレレはサイズスケールともにテナーギターと同一である。またウクレレから派生した楽器として8弦のタロパッチや銅の部分がバンジョーと同じ構造となったバンジョーウクレレなどが存在する。ソプラのコンサートテナーは一般に低音から高音へ順に GCEA にチューニングされるが実は G 弦は1オクターブ高く調弦されるためにその音程は B 弦と A 弦の中間に位置するこのため、ダウンストローク、アップストロークともに、高音源から入ることとなり、コード演奏時には独特の軽やかな響きが生まれる。ソロ演奏においては、音域の狭さをカバーするために、G を1オクターブ下げたロージーというチューニングも多用される。その際は、G 弦をロージー専用のものに張り替える必要があるが、 クラシックギターの3弦を代用することも可能。バリトンについては、ギターの高音側4弦と同様に DGB、E にチューニングされることが多い。かつて、アメリカ合衆国では、現在よりも1音高位 AD×B が標準とされた。このチューニングは、同国内では、現在もしばしば使われることがある。ブラジルにも、カバキーニョと呼ばれるウクレレに類似した4弦の楽器が、 あり、サンバの伴奏などで頻繁に使用される。これは、ウクレレとは異なり金属弦が用いられ、通常 DGBD とチューニングされる。さらに、南米のティブレやタヒチ島のタヒチアンウクレレなども、起源を同じくする楽器であると考えられる。ちなみに、英語での発音は、ウクレレではなく、ユーカレリーに近い音になることに留意する必要がある。なお、 本来の背後での発音はウクレレに近い。日本で活動する外国人を含むありがとうございます。